はい、おはようございます。波乗り三昧です。2019年4月20日土曜日朝7時35分の仙台新港の波情報をお知らせいたします。今日の波サイズですが、頭前後で、たまに頭オーバー、頭半近くの波が入っています。天気は晴れ、風は北東寄りのちょっと温床気味の風がちょっと強めに入って面がざわついている状態です。それでですね、仙台新港全域で100名近くぐらい、サーファー入っていると思われるんですが、今日はですね、根っこ近辺がとても良いので、集中して根っこ近辺をね、撮影したいと思ってました。蒲生方面もね、波結構割れてるんで撮影しようかなと思ってたんですが、根っこ取り終わってから蒲生方面移そうと思ってたんですけども、風がね、温床がちょっと強めに吹いて、あまり良くない状況になってしまったので、今日は根っこだけということにさせていただきます。それで根っこから、煙突前近辺20名ほどサーファーがいます。で、今日は大潮回りで干潮が9時50分、プラスの2センチ、満潮が16時20分プラスの1メーター19センチとなっています。波ですが、根っこのね、結構アウト目からいい感じでブレークしています。いい動画撮れてると思うので、今日はですね、2本ぐらいにまとめて動画編集していきたいと思っていましたので、2本目もね、よろしかったらご視聴ください。それではどうぞご覧ください。
そろそろ時間となります。毎日の撮影の励みとなりますので、グッド評価、コメント、チャンネル登録していただくととても嬉しいです。それでは本日もご視聴ありがとうございました。